バカ、ゴミ、才能のないピエロって言われて、笑い。なぜべ、オーディション番組で37歳お笑いコンビが成功したのかシューマッハが語る、日本のテレビとの決定的な違い、ゴッドタレント、特別賞で話題。全世界のパフォーマーが優勝賞金1億5000万円を目指して戦うアメリカの、人気オーディション番組、アメリカズ・ゴッドタレント。 とにかく明るい安村やチョコレートプラネットも手が届かなかったゴールデンブザー審査員特別賞を日本の芸人として初めて獲得したのがサンミュージック所属のシューマッハだ。衝撃写真、種、シュールすぎる、どっちが背中、世界的番組ゴッドタレントで大爆笑をさらったシューマッハのネタを見る。 動物のかぶり物で世界をうならせた37歳の同級生コンビはどんな思いであのステージに立っていたのか。ネクストステージ直前の二人に話を聞いた。前3回の1回目続きを読む。もうわかんない。バーンって押してくれた。現在オリンピック開催中ですが、ゴッドタレントとオリンピックってちょっと似てるのではないかと。 中村隆太郎さん以下、中村すごい考え方ですね、笑い。オリンピック同様ゴッドタレントは出場するのも難しいですが、その中でもゴールデンブザーはなかなか取れない。しかも、コメディアンは難しいと言われていますよね。ゴミユーヤさん以下、ゴミ激ムズと言われています。世界中のエンターテイナーが憧る人気番組で、 審査員がどうしても次のステージに進ませたい出演者にだけ押すことができるゴールデンブザーを獲得されました。ゴミ本当運ですよね。あれもノリみたいな感じがありましたから。審査員のソフィアがわけわかんないって言いながらバーンと押してくれて。あれ、僕らのパフォーマンスが本当に素晴らしくてというよりはもうわかんない。バーンだったので。 でも、それって、お笑いの原点のような気もしていて。ゴミや、確かに。お笑いを考察するのがブームですが、あの間がこうで、とか、あの言葉のチョイスがこうで、とか。でも実際に笑っちゃうときってこうだよなぁと。何が決め手だったのかって聞かれたソフィアさんが、アイドントのって叫んだように。ゴミ早々。才能のないピエロ。 世界中から賛否両論のコメントが殺到。中村だからかなり賛否両論がありますよ。めちゃめちゃ非の意見もあって。アメリカだとどうしても歌とかダンスとか、あとバックボーンが特に重要視される。あそこに行くまでの過程も。僕らの場合は稲がすごいんですよ。このゴミたちを次のラウンドに行かせるなとか。 ゴミ、なんだこの才能のないピエロは、とか、中村いろんな言語で書き込まれてる。賛否の3ももちろんあるので、毎回動画についたコメントの翻訳ボタンを押すとき、一かバチかなんです。どういうことですか中村一応押してみようって押したら、ただの馬鹿の集まりって訳されて出てきて、うわぁ外れだった、笑い。でも、 それだけいろいろな国の方が見てるということですもんね。中村それが嬉しいですね。そもそもゴッドタレントに出ようと思ったきっかけは何だったのでしょう。海外に向けてアピールがしたかった。ゴミもともと海外に向けて何かアピールはしたくて。2017年あたりかな。今後インバウンドで日本に来る人たちに向けてライブを開催してたんです。 だいぶ早い時期から、ゴミユンボダンプ、お互いのお腹を打ち付け合う音芸で、ゴッドタレントに出場、ヤウ s p 裸の上でのテーブルクロス引きで、ゴッドタレントに出場、など海外で活躍している芸人や、これから海外を目指したいメンバーを集めて、ライブをやってたんです。でもコロナでそれもできなくなっちゃって、それで本当に動こうと思ったんですよね。 中村2017年ぐらいからウエスピーとユンボダンプがゴッドタレントに出始めてたんです。でも僕らだけ一向に海外に進出する気配がなくて。で、去年の暮れにウエスピーに相談したんです。どうやったらゴッドタレントに出られるのかなって言ったら、ウエスピーは SNS に動画を載せて、それがバズったことで向こうからオファーが来たんですよ。 でも僕らは2022年末まで SNS に動画を上げるということを一切してこなかった。2023年になって初めて、これからはインターネットの時代だということに気づき、それからは毎日動画を上げるようになりました。ウエスピーって TikTok のフォロワー数が1280万人もいる、日本トップの芸人なんです。ウエスピーに毎週電話で相談して、 どうしたらいいのか徹底指導してもらって。コンサルですね。毎日続けることに意味があるから、SNS への投稿を続けると。中村あいつは友達が僕らぐらいしかいないんで、仕事以外の時間はいつでも電話がつながる、笑い。月なん10万払ってもいいぐらいの SNS コンサルの知識を僕らが独占してました。 最初の1ヶ月は TikTok フォロワーが30から40人という地獄の日々が続いたんですけど、USP が何よりも毎日続けることに一番意味があるから、と。で、工夫しながら1ヶ月続けていたら、ユニコーンで風船を割るという動画が1500万再生。ゴミなんかプレゼンしてるみたい、笑い。中村そうしたら本当にその動画一本で、 アメリカズゴットタレントのプロデューサーから TikTok のダイレクトメッセージで私たちの番組に興味ありませんかとメッセージが来てそこからです。ゴミ言い終わった後の満足感なんだよ笑い。でもちゃんと見てるということですよね。ゴットタレントのプロデューサーは